こんにちは、あがりとうございます速課中の、でございますあの、ズームの対談の方なんですけども、そうですね、5月23日月曜日なんですけども、これ日中の方いかがでしょうかちょっとね、急すぎると思うんですけども、でなければ30日とかね、月曜日にちょっと揃えてみたんですけども、いかがなんでしょうかあとはね、他ズーム夜が埋まってるんで、えっ、ー、と、6月になるんですけども、6月の 21時。ね、6月は21時でも OK というか、21時が OK なんですけども、いかがでしょうかということでございます。あの、ズームは簡単です。私が URL を送りますので、そこをクリックしてログインするだけですから。あですんでね、その、操作法とかも、いろいろ不慣れな部分があるかもしれませんので、まあ、最初はね、軽く募集しながら、二人っきりでお話しするつもりでやってみようかと思います。また、テーマの方もね、 事前に足川さんの方で決めていただければそれに沿った内容でお話進めていこうかと思いますいかがなもんでしょうかじゃあテーマってのはねビジネスから宗教からそれから心霊現象趣味、えー、ロスジェネ高度経済成長昭和いろいろとありますけどももうなんか楽しみですねまあ、当面は一番最初はねあの出会いのきっかけとか 普段のツイッターの使いいい方みたいな感じでお話しようかと思いますけどもあ、そうですね。ツイッターの使い方をどういう風にしてるのかってことで話し合うのもいいかもしれないですね。はい。じゃあ今回は以上です。えー、もう一回申し上げますね。えっ、ー、とね、一番早くできそうだなと思うのが5月の23日の日中のズームかなと思います、うん。告知期間もあんまりないんで。 これはもう二人きりでやることを前提なんですけども、ね、誰かたまたま来ればいいな、みたいな感じでございます。え、それから、あとはね、30日のお昼かなと。で、21時からということでありましたら、もう6月のどこかってことになりますんで、6月の7日以外の21時からをちょっとね、考えていただければと思います。同じく、同時にですね、あの、テーマの方も、こういうテーマで話そうよみたいなのがありましたら、またお示しください。それでは。